皆さんこんにちは。日本の司会者である和田アキ子さん。今回は和田アキ子の番組の打ち切り時間が決定した実態と、来春終了でそのまま芸能界引退の真相や、金メダリスト北口榛花への暴言で老害扱いされた大御所の末路について紹介します。まずは和田アキ子の履歴とプロフィールから紹介します。和田アキ子は日本の歌手、タレント、司会者、女優、ラジオパーソナリティ。所属芸能事務所は株式会社ホリプロ、所属レコード会社はユニバーサルミュージック。金メダリスト北口榛花選手の競技中の様子を見てとどみたいといったことで逆風にさらされている和田アキ子。39年続いている司会の TBS 系アッコにお任せでの発言だったが、不適切にも程がありすぎる発言には批判が殺到。 SNS などでは引退勧告コールのようなムードである。広告関係者に聞くと、お任せは芸能やスポーツなどの時事ネタを取り上げ、和田アキ子が歯に衣着せぬ物言いをするのが売りなんです、時に裏情報もあり、視聴者がそうした物言いに共感していた時代もありましたけど、今やネットの方が情報も早く誰もが発言できますし、和田さんがどう言ったところで新鮮味は出にくい。むしろ誹謗中傷に分類されるような内容が少なくないので、かつての売りがリスクでしかなくなっているんです。それでも存続しているのは、和田が大手芸能プロホリプロ所属という事情と無関係ではない、数多くのタレントを供給しテレビを支えてきた事務所ですので、曲も頭が上がらない。また番組や CM2 次社の看板タレントを出す場合、その制作も請け負うことを条件にしてくることがホリプロは多いんです。よく言えばビジネスの幅が広く、悪い面を言えば既得権益を丸がかえしてるとも言え、忖度を生みやすい。お任せにホリプロのまだ売れてもいないタレントがバーター出演したり、和田に近いタレントがよく出てくるのはそのため、芸能界で隠然たる力を示すことができているんですね。そこの大御所である和田さんにものが言えるわけもない。その結果がなあなあの展開にミスの連発。ニュースを扱っても取材が不十分でトラブル頻発という体たらく、その延長がとど発言なのだろう。和田を知る芸能プロデューサーはこう言う。アッコさんはとど発言の後に可愛いとも言っていて、決して悪意があってのものではない。アッコさんの物言いは昔も今も変わりません。ホリプロの後輩でもある元サッカー日本代表の武田信宏氏が事務所を辞める決意を伝えたら、しょうがないな、お前サッカーバカだからなとアッコさんは言ったそうです。これも今ならアウトでしょうけど、武田氏は温かいエールをもらいましたとコメントしていました。そういう人なんですよ。芸能リポーターの小柳美恵さんはこう言う。和田アキ子さんは長年芸能界のご意見番として知られ、何かあるたびにマイクを向けさせていただいています。おめでたい話題のインタビューを受けてくれる芸能人はたくさんいらっしゃるのですけど、不倫などスキャンダルや離婚トラブルを起こした時も和田さんは応じてくださる。和田さんならではの歯に衣着せぬコメントは多くの共感を集めましたし、聞いたこともない情報もくださり、とても貴重でした。ゴッド姉ちゃんとも呼ばれるように、芸能界での立ち位置が特別だったからできるところもあると思います。同じ芸能リポーターの平野早苗さんが加えて言う。和田さんは決して悪い意味で今回言ったわけではなさそうです。それでも人を何かに形容して話すのは今の時代アウトですよね。昭和の時代なら笑って済んだかもしれませんけど、コンプライアンスなども鑑み公に発言していくのであれば、感性もアップデートしないとダメということになるのでしょう。とはいえ和田さんへの批判も過熱しすぎの感があり、窮屈な世の中になってるなとも感じます。コンプライアンス重視の行き過ぎを指摘する声は有識者からも出ている。愛の鞭は今や単なるパワハラなだけに、和田の感性や物言いが令和の時代にそぐわなくなっているのは確か。時代を築いた大物タレントに求められるのはテレビからの潔い引き際、自主退場ではないだろうか。危なっかしい発言が多い割には芸能界のご意見番を任されている和田アキ子、その座を降りなくて良い理由は何なのか。和田アキ子さんが司会を務めるアッコにお任せが来春で終了するのではないかと発表され、ついに40年の歴史に幕を下ろすことになりそうです。打ち切りの理由としては、近年の物議を醸す発言や和田さんの体力的な問題、
そして番組と視聴者のギャップが広がったことが理由とされています。ネット上でも賛否両論の声が上がり、番組の功績を称える意見と批判的な声が飛び交っています。和田アキ子さんが司会を務めるアッコにお任せが来春で終了するのではということが発表され、多くのファンや視聴者に衝撃を与えました。40年という長い歴史を持つこの番組がなぜ終了に至ったのか、その理由に迫っていきます。近年、和田アキ子さんの発言がしばしば物議を醸すようになりました。特に話題となったのがトド発言です。この発言は一部の視聴者から強い反発を招き、和田さんも後日番組内で謝罪を行いましたが、影響は大きかったようです。このような一連の発言が番組の存続を危ぶむ声を増やす結果となりました。ネット上でも和田さんの発言に対する批判的な声が多く見受けられ、もう番組を続けるのは難しいのではないかとの意見が寄せられていました。視聴者の期待を裏切る形での発言が重なり、番組終了の一因となったのは明白です。もう一つの大きな理由は和田アキ子さんの年齢と体力にあります。現在74歳となる彼女にとって、週一の生放送はかなりの負担となっていたようです。番組の進行だけでなく、長時間にわたるトークやアドリブ対応は精神的な負担も大きかったと言われています。視聴者からも、アッコさんが体調を心配してしまう、体力的に無理をしないでほしいといった温かい声が多く寄せられており、和田さん自身も体力的に限界を感じていたことが番組終了の決定に影響したと思われます。さらに、40年という長い歴史を持つ番組だからこその課題もありました。特に番組の進行やスタイルが現代の視聴者に合わなくなっているとの指摘が増えていました。 SNS やインターネットの発展により、視聴者のテレビに対する期待や楽しみ方が変化する中で、アッコにお任せのスタイルが時代遅れだと感じる視聴者が増えていたのです。このような時代の流れに追いつけない部分が番組の終了を決定づけた要因の一つと言えます。番組終了のニュースに対してインターネット上では様々な反応が寄せられました。賛否両論の意見が飛び交う中で、和田アキ子さんに対する思いは多様です。ある人々は、和田アキ子さんの発言が番組を続けるにはリスクが高すぎた、視聴者に受け入れられなくなっているという批判的な声を上げています。一方で、40年も続いた長寿番組をここまで支えてきた和田さんは素晴らしい時代の流れのせいで終わるのは残念といった賞賛の声も少なくありませんでした。40年間にわたり日曜のお茶の間に笑いを届けてきたアッコにお任せ、多くの人々が日曜日の象徴としてこの番組を愛してきました。ネット上でも和田さんの存在なくしては日曜日が始まらなかった、長く続けてくれてありがとうといった感謝と賞賛のコメントが多く寄せられています。和田さんの発言は確かに問題視されることもあったが、彼女の正直さや素直さが魅力だ。テレビという媒体自体が変わってきたこともあり、彼女一人の責任ではないといった声があり、和田さんを支持する層も一定数存在しています。今後、和田アキ子さんの次のステージに期待する声も多く、これからもテレビで活躍してほしいとの願いが強く感じられます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。